ラテンアメリカからの移民がどっと増えてきます。17万人の枠っていうのはアジアとアジアの国が消化していくし、あのちょっとまあラテンアメリカは別のまた情報なんですけども、いずれにしても、そういうね、西洋の国とか東の国からあんまり来ないんですね、まあ、来ないわけじゃないけど、そういうのが一つ の、 その移民のおいてアジア系ヒスパニック系が増えた大きな要因なんですね。これはやっぱり大きなこの移民法の改正という、移民法をそのちゃんと、まあ、あの平等化というか人種偏見をなくしたがゆえに、まあヒスパニックとかその東洋アジア系がどんどん増えて、今それがその白人人口を押しのけているという現象が起きてますね。まあ、これが、まあ、また一つのそういう復興的な反動の要因の一つになっているということも背景として、まあ、言えるかもしれません。まあ、そういうような、まあ、状況ですね、そういうことが、まあ、現在あるんであろうと。じゃあなぜそんな あれですね、いわば文化的リベラズムが浸透しているのに反動が強いのかということになるわけですが、まあ、これはまた選挙のところで少し触れるとして、次にこのいきます。これはまあアメリカ人のねじれということなんですが、まあ、これは今の状況とも関連するんですが、まあ、ちょっと離れます。これは資料の7ページから8ページに、まあ、出ているんですけれども、まあ、このねじれというのは日本でも今起きています。まあ、参議院と衆議院ですね。まあ、アメリカの場合、私はねじれというのを2つにあると捉えてますが、1つは、まあ、いわゆる権力構造というのは今言ったような議会の構造とか、そういう、ね、日本のような場合と同じような、まあ権力構造のねじれですね。もう1つはアメリカ社会のねじれという捉え方をしたいと思うんですが、まあ、権力構造のねじれ、これはアメリカの場合は日本と違って大統領と議会とは選挙別々ですから、いろんな組み合わせができます。議会の上院、と下院のねじれというだけじゃなくてですね、これはまあ3つあるだろうと思います。大統領が A という党で、議会が上下両院とも B という党でありますし、大統領と上院が A で、あるいは大統領と下院が A でどっちかが B ということもありますし、それから大統領が A で上下両院とも、ね、B だとか、まあ、そういうその3通りのあると思うんですね。で現在は、そのちょっと前の方のページの何だ、3ページの後かな、4ページの後にちょっと権力構造ねじれっていうのを出したってしましたけども、うんうん、そこにまあある状況ですね。数をちょっと書いておきましたけども、今は下院が、2010年の選挙でですね、下院が共和党です。上院はかろうじて、あれですね、民主党と、で大統領が民主党、こうなってますね。まあ、2008年の時は、大統領も上院も下院も全部民主党だったわけです。それが2010年の中間選挙でねじれて、今のねじれになっているわけですね。そういう風になって、まあ、なぜこのねじれが起きたかというのはまた、ですが、まあ、そういう状況、これが一つなんですね。ただアメリカにおけるねじれというのはそういうふうに三権分立といいますか、大統領と議会が分かれているせいもありますし、珍しいことじゃないんです。ここで表を最後に出しましたけどね、この表を見ていただけるように、これは20世紀になってからです。もちろん19世紀にもありました。しかし、まあ近代といいますか、そういう連邦政府の力が、うん、どんどん大きくなっていった20世紀におけるこのねじれの状況ですね。もう黒丸打ったのがねじれの時代ですけども、特に70年代以降が多いんです。黒幕がどんどん多くなってます。ニクソンの時代、レーガンの時代、ブッシュの父の時代、クリントンの時代、そして今はマクロンですね。これはなんで70年代にねじれが多くなったんだろうかということをやはり考えてみる必要があると思うんですね。まあちょっとその前に、そのねじれは珍しくないと言いましたけど、その前にちょっとここで触れとかなきゃいけませんね。このねじれがあったから、じゃあもうニッチもサッチもいかないのかと、何の法案も通らないのかというと、
まあ、そうではないんですね。なぜそうではないのかと言いますと、このアメリカ二大政党と言いますけれども、こうした三権分立の中、あるいはその政党組織がこのヨーロッパみたいなですね形でこの規律というものがそうあるわけでないという、まあ、伝統的な政党構造があります。つまりそのつい70年代までって言いますかね、まあ、70年代もそうですけども、この80年代に入る前まではですね、まあ、実質的には4つの党だというふうに言われたんですね。つまり民主党にはこう、まあ、リベラル派と言われるか、そういうのがあると同時にこう南部の中心として、あるいは中西部の保守派と言われる人がいます。特に公民系、黒人の公民系に関しては南部は常に反対をしてきたわけですね。だから共和党の方も伝統的な中西部の、まあ、保守主義者というか孤立主義者といいますか、まあ、保守主義者とやっぱり、まあ、よく穏健化、モデレート穏健化といいますけど、まあ、リベラルですね、共和党の中のリベラルですね、これがやはりあったわけですね。そうするといろんな法案の時にはいろんな組み合わせがあります。両方党のリベラルによってリベラルの方を法律をこう、ね、通するとか、あるいは共和党と南部の民主党の保守派同士がやってそれを阻止するとかですね、まあ、そういうのはいろんな形で、まあ、何らかの妥協を積み重ねながらいろんなことをやってきたと。もう、まあ、もちろんその時の議員の数によってその、あれですよ、妥協の仕方がね、どちらに有利になるとかいろいろあるわけですが、少なくともそういう形でやっぱ超党派っていうような言葉で表せるようなことが出てきたんですね。例えば、64年に個人の公民権 法案というのが作りました、できました、まあ、これは、まあ、その後の、例のアファーマティブアクションとかですね、雇用における平等とかいろんなことの基礎になるあれですけども、常に人種とか性別で差別しちゃいかんということがはっきりだったらですね、でそれを通すためにはそんな簡単じゃなかった。その時に1964年というのはもう圧倒的に民主党が強かった。この、表を見て分かりますように1963年から議員の数を載せてませんけども、これいずれにしても上下、両院とも圧倒的に上院民主党が強かったんですね、うん、ところがそれは簡単にじゃあ入って通ったかってそうじゃないんです。これは特に民主党内の南部が大い抵抗しました、今度通す前としてですね。でそれを、まあ、ジョンソンが、まあ、説得するのには大変に、まあ、苦労したというか、まあ、したわけですね。まあ、その時は共和党はこれ賛成してくれたわけですね、まあ、そういうことがあったんですが、まあ、この苦労したでこれを通したために南部はその後民主党に投票しなくなっちゃった。今南部は全部共和党化してますけども、まあ、そういうようなことですね、まあ、起きたくらいで、決して、まあ多数だからといって簡単に通るわけではない、まあ、4つの政党と言いましたけど、それのいろんなその交渉の試合、その他話し合い、でも少なくともその時は話し合いの雰囲気があったんですね。今問題なのはこの、共和党多数の下院、2010年からまあ、かなりの多数のなるその会員がもうオバマの提案は全て拒否というね、妨害主義に出てるわけですね、完全にこのオバマには何もやらせないということに今なっています。まあ、幸いという意味はその民主党側に立った立場になりますけども、まあ、51人という、わずか1人ですけども上院で多数になっているので、そういったちょっと無謀な下院の共和党の提案は、まあ、上院で潰されるということ、つまりそこではということは何かということは何も決まらないという状況ですね。まあ、何も決まらないと語弊あるんですが、大きなことは何も決めません。まあ、通さなきゃならないことは、まあ、通していきますけどね、大きなことは何もできないという状況ですね。でこれはですから同じねじれでもこの70年代80年代ぐらいにあったですね、こういう妥協話し合いということでの、一つの成果を出していくということが、まあ、できない状況になっているというのが今の、ねじれの状況です。まあ、これは確かアメリカにとっての非常に、まあ、大きな政治の停滞、あるいは政治の劣化といいますか、そういう状況を迎えているのが
この権力構造ねじれの今の問題ですね。つまり4つの党がなくなっちゃった。なぜか一つは、その理由の一つはですね、まあちょっと細かいことになって、申し訳ないですけども、先ほど言いましたように、64年で国民公民権法案が通った後、南部は民主党を離反したということになります。そこからどんどん進んでいきましてね、もう今や南部は全部じゃありませんが、ほとんど共和党なんですね。最近また多少変わってきて、バージニアとかノースカロライナ変わってきますけども、テキサス、アラバマとか、まあ、南部の昔の南北戦争ので、南部連合に入った、新南部といいますか、ディープサウスというところはみんな共和党化しています。これはこの境目は1984年の選挙でしたかね、大統領選挙ね、まあ、ちょっと数字を忘れましたけども、いずれにしてもそこからもう、南部出身の下院議員の数が、それまでは圧倒的に民主党が強かったんですが、そこから今はもう共和党が、多くなっています。つまり南部が共和党化したということですかね。つまり、4つの党のうちの南部の民主党の、保守派と、共和党が合体しちゃったってわけですね。4つじゃなくなっちゃったということになるわけですね。で、その中で今度は共和党のいわゆる穏健派、リベラル派というのが議員がどんどん落ちていくんです。なぜ落ちていくかっていうと、そういうその、80年代90年代の宗教右翼とか、そのクリスチャンコアリションというのが、この議員の共和党候補に対する一つのリトマス試験紙をかけるわけですね。お前はそのアボーション、妊娠中絶の合法化に反対かと、反対だったら投票しないぞと、反対ならいいけど、いや賛成は投票しないとか、ゲイマリージに、同性愛結婚に賛成か反対か、そういうようなことによって支援を変えるとか選挙資金を変える、そういうようなことをやってリベラルを落としていくんですね。だから共和党の中でもそうリベラルが落ちていってしまう。つまり4つの党が2つの党になっちゃって、イデオロギー的に非常に対立になってしまったという、背景があるんですね。これはアメリカ政治にとって、アメリカの、はっきりしちゃってはっきりするんですけども、このアメリカの政治状況の中でそういったイデオロギー対立というのは果たして、いいことなのか、ある人にとっては再生選択として非常によろしいということがありますけども、それは議会制、議員内閣制ならそういうことは可能かもしれませんけど、この大統領とね、上院下院とそれぞれ選挙のシステムが違うときに、どうしてもねじれなことが起きてくるわけですよね。こういったそういった議論に対立するなんてね、そういう状況は果たしてアメリカにとっていいのかという問題があると思います。さて、それが一つ。もう一つはこのアメリカ社会のねじれというふうに、私が捉えたものですかね。これが今言ったようなこのあれです、イデオロギー的な対立で、2つある意味では分断されている。それここにも書きましたけれども、都市と農村の全くの分裂ということは、これで回しますけどねこれは2000年の選挙の時なんです。で、この青いところが民主党が取った、これはアメリカの、一番の核になる行政区間はカウンティ、郡です。で、各州がいろんな郡に分かれてますけど、どの郡が民主党が取ったか、共和党が取ったかっていう、これは表示です。これは2000年のあれですかね。これで青いとこが民主党が取ったカウンティーですね。赤いとこが共和党が取ったとこです。つまりよくレッド&ブルーと言いますけど、レッドが共和党でブルーが民主党と言いますね。で、この区分けはここで見ると、海岸、東海岸と西海岸ですね、このニューヨークとかボストンがあるところと、カリフォルニアのところはこの 青いのが多いんです。それから、こういうところの青いのは大体大都会があるところです。この辺はシカゴとかですね、これからここはあれだ、ミシガンだなとか、ウィスコンシンとか、つまり、その真ん中はどこですか？真ん中の青いのはどこの？そう、ここですか？じゃあ違う、もっと南部の方。南部のここはね、あれですね。それの左の方、随分大きな青いがあるでしょ。
これ、うん、こうニューメキシコだからね、ニューメキシコとかで、ね、アリゾナっていうのはね、今言ったヒスパニックがね増えてきますとね、彼らの方はあの、まあ、民主党寄りなんですね、どうしてもね。ですからそういうとこが、そういうとこはありますね。ですからこうテキサスでもこっちの方はそれが多いわけです。だからそういうようなことがありますと同時に、大体において都会が中心です。ね、まあこういう、こういうようなのが2つのもう分断、都市とあの農村といいますか、あ、都市と地方のこの分断っていうのがありますね。だからここにゴールドキャップと書きましたけども、このアメリカの大統領選挙なり、そのあの議員会選挙でもいいんですけど、いわゆる出口調査っていうのをずっと見ていますとね、大体あの教会にで、定期的に出席する人、例えば毎日で、毎月でも毎週でもね、そうしたらほとんど共和党ですね。だから周りにしか行かない、ほとんど行かないっていう人は共和党ですね。もうそこでも一つのこの、まあ、それゴールドキャップと、まあ、彼らアメリカ人が言ってるわけですけども、そういう、まあ、ですね、でこういう、まあ、分断状況、まあ、ある意味ではこれはねじれだと思うんですね。都市と農村の、まあ、対立とかね、こういうことになる。それで、まあ、先ほど言いましたように、こういう状況が70年代以後、つまり70年代以後、このねじれが、権力構造のねじれが多くなったことと、70年代以降、こういうその分裂がですね、ますます進んだということですね、いうことと、やっぱり関連してるだろうと。これはまあ、総括といえば、やはり、その、60年代文化革命に対する一つの反応が、都会とこの地方で完全に違うですね。都会はますます移民が増えるし、多様化が進んでいるし、若者の人口も多い、まあ、そういうところでそういうその文化的な許容度といいますか、多様性がどんどん増えていく。しかしながらこのですね、地方ではそうでない、まあ、価値観を持つ人が多いということですね。からまあ、ベトナム戦争とオータゲート大きなあのあれがありますね。ワイトゲート事件っていうのは、まあ、あの詳しく言いませんけど、一つの反応はこれはあの保守派はね、まあ、反動派はね、あれはリベラル派によってやられたっていう感じを持つわけですね、まあ、ニクソンを落としたわけですからね、そういうような感じがあの出てるわけですね。このリベラル派の陰謀だというような感じが出てきてるとかですね、まあ、そういうようなこの状況が、まあ、今あると。そういうことを踏まえてちょっと最後に選挙のことに触れてみたいと思います。このあれですね、最初にあの大統領選挙より議会選挙の方が大切ではないかと私は、まあ、書いたわけですけども、なぜそういうことで言うと、今のねじれ、つまりニッチもサッチもいかないこの状況の中で、もしアメリカの政治が動くと言いますか、まあ、多少とも改善されるならばとするならば、このねじれが解消されてもいいわけですよね。まあ、そういうねじれの解消は2つ方法があるわけです。共和党が全部取るか、民主党が全部取るかということですよね。そういうシナリオでいけば、ここに 4種類書いたと思いますけども、書いたね、つまり、オバマが再選、そして、下院は民主党が取り返して上院も増やすと、まあ、これはバラ色の夢でしょうね。実現的にはしないと思いますけども、まあ、一つのね、まあ、できればまさに大きな転換になると思いますけども、反動勢力は後退していくだろうと思います。もしそうなればね、これからどんどん若者の人口が若者が成長して、だんだんその、ね、年寄りは減っていくわけですから、年寄りっていうかその戦前生まれ、ベビーブーマーはだんだんこの減っていくわけですから、そういう状況。ところがまあそうはいかないだろうというのは、どうしてもアメリカの選挙事情から言えばそれはないだろう。でもう一つは、あれですね、オバマが再選、しかし上院は共和党に行っちまうと、下院も共和党だと、これはまあますます大きな問題が起きますね。つまり、オバマがやろうとすることはどんどん拒否されるだろうし、議会は共和党のアジェンダをこう通していくとなると、最後の砦は拒否権ですけどね、大統領のね、まあ、そこで大きな、まあ、やっぱり問題葛藤が起きるだろうということですね。で3番目は、まあ、オバマ再選で、まあ、上院が今の
逆だね。うん、逆というふうに。いやいや、これあなた説明したのは3が共和党、3が共和党になってますか。まあそう、うん、だから今度は共和党が全部取っちゃうということもあるいは、それも一つのあれですね。もう一つはだから、僕はまあ再選だけども、共和党が両方取るっていう場合もあるし、4つとは確か書いてあるんですけど、もう一つは上院がね、今の51じゃなくてもっと増えるとなると、上院の力って結構大きいですからね、結構ね、アメリカでは。下院の差を縮める、うん、というような形になって、うん、割とオーバーがやりやすくなるという、まあ、シナリオもあるわけですね。で、あなたはそれを最も、まあ、なんていうんですか、起こるんじゃないかと私は思ってるんですけどね、うん、共和党が全部取るっていうのは私は起こりえないと思うんです。むしろ、まあ、オーバー再選されて一番その今のティーパーティー運動の状況から言いますとね、一番嫌なっていうか、嫌なっていうのはオバマの味方でから言ってそう言ってしまうと言っちゃうんだけども、オバマ再選ではいいんだけど、上院がですね共和党多数になることですよ。で、まあ下院はね多少共和党を減らすと思うんです。大体中間選挙では大統領でない党が議席を増やすのは、まあ、歴史的に当たり前だから、2010年でも増えてもいいんだけど増えすぎたということがありますな。だから下院は多分少し 何議席でも共和党は減らすかもしれない。しかし上院では分かんないですね。これはまあ上院の選挙の対応があるんですけど、と同時にティーパーティーはそれを狙ってると思うんです。上院で多数を狙ってると思うんですね。それが一つ の、考えることですね。だからもう一つは今私がまあ言えばオバマ再選で上院でその民主党が増やすというね、そのどっちかだろうと私は思います。最初の民主党独占、共和党独占がちょっと今考えられないだろうと思いますね。まあ、それはなぜかということもあるんですが、まあ、それとの関連で次 の、 大統領選挙の展望を多少しておきます。これはですね、今まあ、ロムニー、オバマが あれですね、ほとんど今日決まりですね。それでオバマが今のところ の、 あれでは有利ですね。世論調査、今選挙をしたらばという世論調査ではオバマが圧倒的にと言いますか、まあ、10ポイントぐらい、いろんな調査がありますけど平均10ポイント内外、ポイント内外外して、まあ、しかしまあこれは分かりません。今はね、共和党が予備選でガタガタやったもんですから、共和党のイメージは悪いですけども、これからまあ道具になるかということで、もう分かりません。それに本番は、あれですから、9月からですからね、それともう一つやはり大きくかかっているのは、この経済状況ですからね。経済状況が悪くなるとどうしても与党は不利です。大統領は不利ですから、そこでは分かりません。さらにまた、抑止しない、よくオクトーバーサプライズという言葉がありますけど、10月の、ね、に驚きが起こる。なぜそれは、例えばイスラエルが我慢しなくてイラン爆撃したというようなことがありましたね。これどっちに有利に働くかって分かりません。そういうようなことだとか、まあ、突然の経済不況、欧州で経済が起きたとか、これは特に選挙投票日の数週間前なんて起きるといろんなことがありますから、今のところ何とも言えないんです。ただ、このままいけばオバマ再選は間違いないだろうというのは大方の見方じゃないかと思います。ただですね、この、まあ、先ほどから申し上げたように、これは反動勢力であって、この、まあティーパーティー の支持者っていうのは、まあ、有権者の 20% だというわけですね。でその 20% が全て共和党に投じるわけではないわけですから、同じ、まあ、いろんな考えがありますからね。先ほど申し上げたけど、そのティーパーティーの人たちのいろんなその調査の中では、小さな政府だとかなんとかって言ってるけども、いや、そのいわば大きな政府の原因の一つである、その老人医療保険ですか、メディケアってのがありますけども、それを削るのはダメだとかね、それからソシャルセキュリティをもっと増やしてくれとか、要するに大きな政府は具体的には認めてるっていうところなんですね。まあ、アメリカ人っていうのはいろんな予兆をされると、保守かリベラルかっていう質問をしますとね、
大体いつも次の時代でも、まあ、世論調査っていうのが始まったのが1930年代ですけども、必ず保守が多いんです。必ずもうだから関連的には保守なんですよ、まあ、保守という意味がまたね あって反動じゃないですよ、まあ、俺は保守的な考えを持ってるというのは大体アメリカ多いんです。ところが具体的な政策選択になるとね、リベラルの政策を政策を選択するんですね。だから現実的には非常にリベラルなんですよ、現実的利益においてね、まあ、そういう状況があるということも考えておくといいと思うんですけども、まあ、いずれにしてもだけども大統領選挙はですね、全体的にはそんなにティーパーティーその支持者の票が多いわけじゃないんです。だけどなぜそれの力が大きく発揮できるかっていうのは、まあ、私がよくこの前にも言ったんですけど、アメリカのっていうか、これはどの選挙と思いますけども、決めるのは3つの M だと、ね、メッセンジャー、ここに書いてないかな、メッセンジャー、メッセンジャーね、メッセージとモビライゼーションだと、もちろんみんな大切です。しかしながらアメリカの選挙制度というのを見るとですね、モビライゼーションは非常にね重要なんですよ。特に間接選挙で大統領選挙の場合、それで各州にそれぞれ選挙人といいまして、まあ、その数の合わせて半数270度取ったのが勝ちなわけですよ。そうするとね、今みたいなそんな50州の中でもう戦わずしてどっちかの党が勝つという州はいくらでもあるわけです、ニューヨーク州なんてもう必ず民主党でしょ。南部のさっき言ったテキサスとかね、ミシシッピとかそこはもう共和党ですから、そのところで金使って運動したってあまり意味がない。大統領選挙ですよ、意味がないです。どこで戦うっていうと、やはりどっちに行くか分からないっていう州が10いくつかあるんですね、まあ、言われるんです。そこが焦点なんです。そこでどうやって、この相手の党よりも余計の、取るかというふうになりますと、自党支持者をいかに投票所に運び出すかと。つまりアメリカ の投票率は大体 60% でいい方ですから、まあ、それからまあ、いろいろな要素があります。つまり若者ほど投票率は少ない。これはどの世界中にそうですね。年寄りほどこの投票率は高い。で、年寄りほど共和党は支持が多い、若者ほど民主党支持が多い。つまり若者は投票率が低いと民主党は不利と、こういうことになるんですね。で、今度はじゃあどうやって動員をするかっていうようなことがいろいろあります。例えばこのアメリカの場合は自動車にその足の悪いといいますか老人とかですね、貧しい人を乗っけて投票所で連れてって、はい投票しろっていうようなことを自由にやっていいわけですから、まあ、そういうだけじゃありませんけども、つまり動機づけを与えていかに投票させるか、するとそのつまりリベラルでも保守でもあれなんですが、そういうイデオロギー的にこの信念を持っている人っていうのは行動力があるわけですよね。ですからティーパーティー運動の人っていうのはそういう意味でその共和党支持者に、まあ、ティーパーティーをその支持しなくてもいいけども、共和党支持者っていうものを借り出すという運動能力は高いということは言えると思うんです。それがやっぱり動員力ですね。で、共和党では従来は労働組合がそれになったんですけどね、しかし今労働組合の組織率は 11% 強ですか、もうガラッと下がりましたね。民主党の労働組合の組織ですね。ですからそういう労働組合の手足っていうのは今不足してますね。だからまあ若者はどうしたってどこの国でもそうですけども、ちょっとこの嫌気がさしはいきませんから、2008年のオバマ大勝の時はこの若者が異常な形で投票をしたわけですね、うん、そのいわゆる若者の熱意が今はまあ衰えていると言われています。しかしこれも分かりません。これから数ヶ月の間にね、どういう状況でかでもうかっぱ、だからそういう要素があるわけですね。ですから、まあ、いろんなことを考えるとやっぱりある程度接戦になると考えざるを得ないですね。で、大統領ではそういった11州、それからもっといろんな言い方があります。日本でも不動票という言葉がありますが、アメリカでは日本も同じですね、無党派層というのは日本はね 50% 超えたんですか、40歳だとアメリカでは去年ですけど 40% 超えました。これは近代では初めてです。無党派という人が、私はどこの大政党どこも支持しないというのは40万で超えました。まあ、これは
世論調査ですから時によって変わるんです。特に2011年というか選挙のない年ですから、そういう時ほど無党派が増えるというんですね。選挙のある年ほど、まあ、みんなどっちか支持する、まあ、そういうことがありますが、しかしそういう中で 40% を超えたのは初めてなんです。それから今アメリカでもこの二大政党に対してこの一つの嫌気といいますか批判が強いんですね。ただしそう言いましても無党派層の中には分類すれば共和党より民主党よりがあるわけですね。でそれはまあ計算しない。そうすると実際にこの純粋中立で時伏せればどっちかに行くかわからないっていう層は大体ね 10% 前後って言われるんですよ。低く見積もる人は 5%、まあ、10% とまあ言われてますね。とその人をどう解き伏せるかっていうのも一つの、まあ、選挙戦術になるわけですね、まあ、これも州によっても違うしあるんですが、まあ、そういうような状況なので、全体的にはオバマ有利とは言いつつもこういうその動員力とかねそういうことで接戦になるというのは間違いないでしょう。まあアメリカでは 55% 取れば地滑りと言われるくらいですから、まあ、これだけね、大きな国でこの多様なあれがありますからそういうことになります、まあ、そういうようなまあ、状況が、まあ、今の大統領選挙であろうと思うんです。このオバマのコートテールは長いかって、これはですねコートテールっていうのは指引くのがあるんですが、これは要するにオバマがうんと勝てばそれに伴って下院選挙でもね、うん、自民党が増えるだろうと、うん、つまり選挙をやるときにさ、向こうの投票所っていうのは大統領があって上院がある州は上院があって下院があって、もっと地方選挙とかこう長いんですよ、うん、と投票者の癖としてね全部民主党とか ねセレクションやる人ももちろんいますよ、うん、このちゃんとね、うん、大統領は共和党だけど下院議員は民主党だとかそういうやつもいるけども、普通のねまあ、ビヘイビアとしては、まあ、機械でやるのが多いんですけども、民主党なら民主党バッてやっちゃう方が早いわけですよ。でまあ大統領民主党支持だったら、まあ、あと民主党やっても文句ないわけですからね。今日はそういう意味でその、大統領のオバマがうんと投票すればそれに全て底上げで下院のその票も上がるんではないか、それがコートテールです。ところが接戦で短いとその効果はないという意味で長いか短いかということを、まあ、そこでちょっと書いたわけですね。まあそういう状況で、まあ、結論的に何が言えるのかということなんですが、まあ、選挙の状況は別としてですね、その私が長い目で見たそのアメリカのね会ということを考えるときに、アメリカは保守化してるかというテーマなんですよね。保守化してます、確かに、まあ、いろんな意味で、80年以来、ずっと保守化してます。これは一番いいのは今この自由市場優先主義といいますか、自由市場ネオリベラリズムのね経済があれは規制緩和、減税ということでこの80年代からそれがずっと来てるわけですから、そういう意味で政策といいますか、それを受け入れる、それを受け入れるっていうか、そういう政策を支持するまあ、国民がいるわけですから、そういう意味では保守化ということが言えるかもしれません。まあ、保守の意味は、まあ、別としても、まあ、そういうことが言えるかもしれません。ただし先ほど言った文化的な多様性の問題、それから保守、そのいわゆる、まあ、保守派というか、まあ、保守派ですね、まあ、あるいは反動派も含めた保守反動が唱えてきたこと、例えば均衡予算を作りなさいということを憲法の修正条項に入れようという、そういう運動はずっと80年間ありました。今でもあります。しかし成功してません、これは保守のアジェンダの一番だったんですね。特に80年代からね、均衡予算、を憲法に片付けろ、それからもうあれですね、先ほど言った同性愛の結婚は禁止するというような条項を憲法で決めようじゃないかっていうような運動、あるいはもう60年代70年代のいわば反抗文化の中で抵抗をする若者たちが国旗を焼いて抵抗したとありますね。これまあ最高裁の判決でもこれは別にそれは言論の自由の表現の一つだとなってるんですが、そういうことを踏まえて、まあ、保守派反動派はそれも憲法で禁止しようということで、これも実現していない。
それから、まあ、これはあの最高裁の問題にもなってるんですが、これはあの黒本君書いてるいますけども、じゃあ中絶合法化、これは1973年ですね、このにあの判決が出た、あの、まあ、合法化という言葉もちょっとあれなんですが、要するに選択の自由ですねを許すと、女性の選択の自由とに中絶するかどうかという意味なんですね、合法化という意味はね、決してごあのやってよろしいという意味ではないんで、その選択の自由だと、女性の自由意志を任せるというのがあれなんですが、まあ、それもこの、いろいろ法律を作ったりして禁止しようとかいう動きをやっても、その成功してません。つまり、あの日からもっとありますね、その、小さな政府、小さな政府といって省庁を減らそうと、エネルギー省などいらないとか教育省はいらないっていうのが、あの保守派小さな政府論者の主張だったです。一向に減ってません。それはレーガンになってもブッシュになっても減ってません。減らせないということになりますね。でブッシュなどは手上げ取った後は逆に政府支出を減らしている、財政赤字も減らしているという大きな政府になっちゃってるという、まあ、自己矛盾もあるわけですけども、まあ、そういう状況ですね。それから、まあ、このあれ、もっと過激なのは、今の連邦準備金制度なんかなくしまえと、これはあの今ロン・ポールという人が言ってますけど、リバタリアンが言ってますけども、そんなことを言う人もいるわけですが、そういうことはまあ全体ないですね。まあ、そういう社会状況から見たときに、このどうなんだろうか、果たして保守化と言えるのかというのは、あのいろいろ有効条件をつけるべきだろうと私は思うんですね。じゃあその一方左派といいますか、リベラルの方が主張しているとか全部通ってるか、そうとは言っておられますね。そういう意味ではアメリカはやはり今その一つのこの何て言うかな、保守とかリベラルということではなくて、このアメリカ社会をどういうふうに したらいいのかということのね、決める方法を探ってる時じゃないか、まあ、じゃあ変な言い方ですかね。というのは何かというと、このアメリカ、まあ、よくアメリカへ最近行った方はもうお分かりかもしれない、私最近行ってないんですけども、道路は穴だらけ、うんね、鉄道はノロノロ、うんね、そういうあれでしょ、状況でしょ。